皆さんこんにちは、ペズでございます。謙信さんで統一を目指す天正期ですね、46回目やってまいりましょう。ちょっと準備が必要なんですけど、この6人は訓練のもまあまあいけてるからな。あとはこっちをね、久秀さん、新庄さん、あれか。まだ2回は攻めれるんで、どっちを取るかやな。こっからやと1部隊しかできないんですよね。もうちっちゃいこと考えたら、
長野さんがめっちゃ減らしてしまったからね、これ不覚にもね。吉影さんは兵ゼロなんですね。戦闘力ないし。まあ村上さんもちょっと戦闘させといた方がいいんでね。
よしよしよし、ほとんど減らさんかった。あ、モタールさんや。ああ、だいぶ減ったけどね。
しとった。めっちゃ回らないといけないとこやね。あれ？あ、間違ってたわ。どこ開けてんねん。全然違うとこ開けてた今。逃げられちゃったね。よしよし。
いや、まさゆきさんに取らせよう。あ、開けちゃうかもね。どうせさんではなかったよね、確かね。ああ、来た来た来た。元原さん。来た、よかった。となると、ここがガラス機になるんで、あ、小谷城意外と人少ないな。
うんうん、そうやね。ポジションはすごく良くなる。ごめんなさい、席ばかりしてるわ。じゃあね、途中ですけどここで終わらせてください。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。